バンダイナムコゲームス。トラドラポータブル。してで無理もないか3日も3日そうよく20やっちゃんと交代で見てたんだけどもうどうしてもお店開けなきゃなんなくてね年末だじゃなそのあおねえ、リュウジ。いや、実は。あらあら。ああ。別に。タイガーねえ、リュウジ。いやいや、いたって真面目だって。そうだけど。ああ。とり。おう。ねえ、リュウジ。どうした？あんたがぶっ倒れる前。すまん。そう。この世界のだ、それは優しく。だからこそ、誰も。ついたよ。やっちゃんとりゅうちゃんのお家だよ。おお。ここがなんかをどうしたの？ああいやん？なんかなになに？いやなんだろうわかそんな愛の巣だってだってなんでやっちゃんやすなんでわかった、わかったからな、とりあえず落ち着こう
ちを。ちょ、多分か一週間近くも家開けやっぱりリュウちゃんだって思っ改めて。あ、おう、ただいま。とりあえずで、あ、うん、そっか、うん、そん、あ、わかった、そう血縁関係にしてはぜ、あ、そうだ、あ、鉛筆にガーゼを巻き、なぜかピッ、もったいない、どうしたというんだ、自然と口をついて、しかも、ああ、そうか、そ、もったいない、お、今度はな、さっきから飲む、そう、よし、この棒を使って、これは味噌汁や貝も、うむ、よし、お、これ、あ、お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 はよう、う、最初、どうやらこいつは俺、他にもいる、この棒はこの調子で台所も掃除、よし、さて、これはも、よし、よく行く場所に足を運んだり、そうだ、うわっ、たたたたた、あ、すいませんでした、あ、あ、そこまでし、ごめんなさい、はい、やっぱ少なく、は、そんな、あの、それ以上は人の鼻、ああ、別に何もいらないから、い、いけって、いいの、そんな、あ、ああ、本当も何も最初から何も、もしかして、え、そう、え、嫌なら、ああ、
トミー・コータです。トム・イ・と、そういえば名前聞いたくらいでそこ あの俺ってこんなに恐れられてるとは。よう、たか、お、だ、そういえば入院してたって聞いたぞ。あ、つまりそうして出歩いてるってことはもう、おお、ひとまそれは何よりだ。アイス、あ、アイス、またん、うん、つまりまあ別にいいが、ヤスコさん、ヤスコ、ああ、タイガのこと、そうだ。ああ、何のことだ？もしかして、いや、別に、まったく。まあ、とにかく、すまん。なんだ？俺、悪いが、おお、なあ、タカス。あ、お前。それ当然だ。ぞ、おっといかん。生徒か。そうなんだ。こん、お、あ、まあでも正月の間。ぞ、ま、お、俺やタイガと親し。なんだ、知り合いか。あ、しかし、ちょっ、お、何一人前、意味も何も、たかしくんに、いや、そっちが無派、知り合いだなんて、あ、いや、あれ、あ、ねえねえ、アミちゃん、私のさ、ファッション、あ、あ、うん、そ、うんうん、え、お、あ、やれよ、あ、何、いや、別に、ぞ、あのさ、え、川島亜美、あれ、お、あー、やっぱたかっちゃんじゃん。ほんとだよ、俺も携帯見てたから。ど、そういえばたかっちゃんず、あ、あ、入院、うっそ、どこ悪かったの。なんか急、大変、あー、そっか、あー、体調は。じゃあ何、タカス、せっかくの冬休み、うわー、それはいかん、いかん、そうだな、北村大輔。いやいや、そういえばタカちゃん、今日はタイ、あー、タイ、いや、そっか、まあでもそうだね、タイ、いやいや、いいね、いいね、どうする、アホだな、春田は。
じゃあ新年会でいい。けど具体的に何するんだ。それっていつもとあんまそれもそっか。まあとにかくまたね。お、のとと春田か。ん、今まで何気なく歩いてて気づかなかったか。ちょっと、よし、きれい。なんだ名前で、ああすいません。おんや、いくらなんでも、うん、全然な。シングル女性のための不動産購入講座。クリスマスイブの日にあなたたちがは講座自体はとても、ごめんなさい。いえ、その講座でね、隣の席になった方とたまたま講座の主催者側にいた不動産屋の、よくよく思い出してみると、それってシングル女性卒業でしょ。講座に参加した意味な。男の方も男の方よ。そりゃイブの日にそんな講座にさ。でもね、私にはそんな針見えなかった。多分きっとも、そんなメールがついさっき届いて、それで考えてしまったの。彼女は会費1500円をドブに捨てて結婚の機会を手に入れ、一方私は真面目に講座を。あ、いいの。な、じゃあとりあえず、あ、本当に大丈夫。お？もう。だってコウタ君、いつも約束の時間よりすっ。だからって、ば。それよりコウタ君に何かあった？ちょっとって、いや本当に大したことないんだ。ある意味役落とし。でも本当に心配。悪い。ああ、ごめん、よく分からせて。ぶつかってなんだかお金をゆすられそうな。そうな。そうか。だってそんな子大。もしもさくらちゃんが一緒だったら。こわっ。どうした。まあ、な、それにしてもちょっと。じゃないか、ま、仕方ない。これあ
んた今まどこを歩いてき痛いちょっと目を離したすあ痛っこれじゃ黙れわ記憶もないのにああ本当だ掃除なだってよりにもよってそう腹かっだってなんつうかだったじゃなくてそういうやつなのどこに日本語ねえリュウジ火事っていうかそうそう何にただそうなのそうかもなそうねそ何言ういなんだ今のはど恐縮だわだいやあ、特じだよは犬でしもべでなんかそうよせっかく長いことかけていけない、ヤちゃんにもらあう何お待たせ、リュウジあああんた、そりゃじゃなんだいろいろ動き回った方がそうはだヤちゃんともああ、そうだ一つ何よやっちゃんじゃなくてどういうってタイガは俺のしそうねわああそっかおう本当は私あんたの家と私の家おかげで私は普通にそうかだからねリュウジ来れば分かる。ジョニーズだなあ、俺が記憶喪失らしいことは間違いないんだから、そうやって私だってそうそう簡単にため息なんてつかないわよ。ここはあんたの記憶にとっていわば最後の砦のようなものだったのよ。そうなのか。まあでもお店そのものにはそれほど意味があるわけじゃないわ。ほらさっさと入るわよ。お
い、それではお釣りの方、大きい方5000円のお返しです。それから細かい方が345円のお返しになります。ありがとうございました。またてうえい、よく見たらお二人相変わらず見事にマシン。いやー、この年末の忙、そうだったの？それはないぜよベイベー、こちとら店長に泣きつかれてハード。でもおやおやと、ご注文ありがとう、いただくわ。今日はたっぷりお得に20時コースってやつで、さっか待たせてすまんな。あ、なんつが、そうじゃな、あそ、なんつが知り合い、そったく、もうそんな龍二、いいの、じじ、彼女の名前は串枝に、あんたは串枝って呼び捨てにしてたわね、おこがましくも。串枝か、さ、そのはず、逆に聞くけど、じゃあ私、そいつは確かにし、違う、悪い冗談はやめろよ。で、正直お前にそう教えられたらそうだったんだと思うだけか。じゃああんた、そ、だから質問に答えなさいよ。お、おう、それもそうだねえ龍二、念のために聞くけど。当たり前だ。で、いいことも悪いこと、もちろんだ。なんでもない、ちょっとした確認。なんだよ、そうなの。た、高須くん、え、じゃああれ、ああ、みのり、あまりボケてる場合じゃないの。ユージも律儀に突っ込んでる場合じゃないでしょ。おお、すまん。エラくん、マジ、申し訳ないんだけど、実は串枝の名前もさっき、で、こいつ呼ばわりされても、あ、大丈夫だよ、たかすくん、ここまで、またまた何をおっしゃいますや。何をか、そう、あちゃー、やっぱりそ、あ、でもタイガは火事のことは認めて、お、とにかく状況はもちろん、キラン、こう、ちらりと覗く白い歯が、ありがとう、いいって、うん、こちとら雇う、じゃあなんだい、マイスイートハニー。あのね、あったけど、どうしたの、別、ほんと、特にこれ、いや、あ、ごめんごめん、おっと、ごめん、わかった、どうした？なんでもない。そんな、いパーティーがどうとか言ってた、何も、ああ、だったら、そうは、ねえ龍二、さっきも言ったけど、例えばここで私が、いや、さすがにそれ、そうだ、そうか、私があれこれ考えていったところで、それ、おう、私が納得するかどうかはまた別の話、もう行く、用は済んだし、そう、冗談よ、でもほら、いや、なに、
遠慮って。まあいいよ。おう。あ。そん。いや。リュウジ細かすぎ。一緒にジョニーズ特製食っ。おう。その。そう。それに。そりゃあ寒い。そういうレベルの話じゃなくて。何？別に。ただ記憶。ああ、俺も記憶にある限り初め。たく、こっちは新。何？わ。やあ、伊坂。どう？おお。ど。そうか。ああ。あま。お、なんつうか。よかったな、中津。お、泣くことはない。泣いてなんかない。そう、涙目を否定しないあたりは実に愛坂らしくて潔いな。え、そうかな。ところで、高須。おお。あのね、リュウジがインフルエンザで入院してたのは知っての通りの。つまり、ああ。どの…それがもう…綺麗さっぱりか。おお、実はその通りなんだが…そ…だから北村だろ。それ以上の…そうか。それでね、リュウジの記憶を取り戻すのは北村くんにも手伝ってもらおうって…ちょっ…おっ…とは言っても…ちげ…残念。おお。喜ぶところか。うん、事情は大体把握した。俺もいろいろ調べたり考えたりしてみよう。すまん、手を焼かせる。俺とお前の中にはこんな時に詫びの言葉なんか必要ないぞ。じゃあ、ありがとな。気にするな。よし、早速だが、少し思うところがある。特に予定は…タイガは？大丈夫だけど、私もいていいの？ああ、構わんぞ。むしろいてくれた方がいいこともあるかもしれない。わかった。よし、では明日昼過ぎくらいに高須の家でってことでいいか。ああ、わかった。すまん。じゃなくて、よろしく頼む。了解だ。じゃ、今日はこれで。お、愛坂もまた明日。あ、うん、バイバイ。お、なんだこの妙な感覚は。なんだろう、何かここまで出かかってるんだ。何？何か思い出したの？いや、思い出したというほどじゃないんだが、なぜ…これ？おう。けど、北村とクッキーって、なんだ？うん、やっぱりわからんな。いいわ。だったら、これあげる。いいのか？何か思い出すきっかけになるかもしれないし。ああ、でも、今食べるんじゃないわよ。
なんで？そんなこともわからないの？帰ったら晩ご飯だからに決まってるでしょ。ほら、やっちゃん。お。あ、リュウちゃん、タイガちゃん、おかえり。ただいま。ただいま。たまにはいいでしょ。やっちゃんはさ、はあ。お？いや、せっかくだから何か作ってみようかと思って。でもでも、りゅうちゃん。そうだったのか。いいのいいの。それじゃあ、やっちゃんお仕事行ってくるでガンス。おう、気をつけて。タイガちゃん、悪いけど、あとよろしくね。うん、おかえり。ほら、行儀悪いぞ。叩くな、舌噛んだだと？痛いと言われるほど叩いちゃいないし、それに自業自得だ。口に物入れて喋るんじゃありません。うはい。何がうるさいだ。あ、ちょっと待て、それどう？あーもう、そんなにがっつくから喉詰まらせるんだ、ったく。わー、くったくった。もうお腹いっぱい、ごちそうさま。ごちそうさん。何暗い声出してんの？なんというか、食っちまってからなんだが、デリバリーのピザになんだかとんでもない罪悪感を覚えるというか、贅沢さという。なるほどね。リュウジの性格からすると極めて正しい感想かも。そしてそんな罪悪感を覚えるほどの贅沢したというのに、ずいぶんお前に食われてしまったというのもあってだな。何よ、まだ根に持ってるの？あら、やだ、意地汚い。意地汚いのはどっちだよ。俺が見切れ食う間にお前5切れは言ってただろう。まあ細かい。いちいち細かいことに目くじら立てるのはリュウジらしいといえばらしいけど、切れる若者なんてカッコ悪いからやめた方がいいわよ。お前にだけは言われたくないんだが。はいはい、ほらさっさと片付け。あ、ん？さっきからずっと視線を感じると、けどあんたも餌欲しかったら。もう完全に拗ねてる。リュウジ、早く餌あげて。大好物のひまわりの種じゃなきゃ多分機嫌治んないわよ。なあタイガ、まさかとは思うが、
そのインコちゃんというのはそいつの名前か？そうよ。なんで？もっとこう、なんかあるだろう。うん、私も常々そう思ってたから、昔のあんた自身に聞いておいてよ。なんとか思い出して。お、うまい。おお、食ってる食ってる。よほど。ねえ龍二、この後はどうする？なんならまたどこか出かける？いや、今日はもう遅いし。そうだな、今日だけでも結構な情報。わかった。なんだインコちゃん。お、誰もインコちゃんを料理して食うなんて言ってねえよ。あー、ダメだ。あ、一瞬にして、なんだこの妙な自己嫌悪は。俺もそろそろ寝るか。ここはどこだ？いやいや、待て待て、大丈夫、俺の部屋だ。ユージ。お。いつまで画面をむさぼ。ノックもなしに人の部屋に勝手に入ってくるんじゃねえ。何よ、せっかく主人自ら飼い犬の様子を見に来てやったのに。なんでこいつは朝からこんなにパワー全開なんだ。どうなの？いや、昨日と変わんねえな。そう。あ、でも。何？なんだか今日は妙に座っ。それって。どうだろう。臭いわね。朝ごはんまだなんだから仕方ないでしょ。じゃ、早速支度するか。できるの？一流の主婦なんだろう。料理の簡単なものくらいならできるだろう。それに料理することで何か思い出すかもしれん。そっか、あんた掃除してたら記憶を取り戻したみたいなこと言ってたし。手際は記憶喪失前と。ああ、
台所に立ったら急に感覚が蘇ってきた。火事に関する記憶は失ってないってことか。で、何か他のことは思い出した？いや、特にいかん。料理にすっかり夢中になっちまった。おう、それよりもうすぐできるから安子を起こしてきてくれないか。もうやっちゃんはいいのよ。帰ってきたばかりで今はまだね。そうなのか。ずいぶんと不健康な生活を送ってるんだな。起きるのはだいたい昼頃か。せっかく作ったんだが。久々にまともな。俺がコンビニのパンとかおにぎりとか。そういや火事が気球存亡とか言ってたな。そうよ、世間一般は暴飲暴食でブクブク太る年末だってのに。あんたもしかして今日が日付の感覚があやふやでな。12月大晦日ってことは今日は大掃除をする。なんだよな。別に龍二らしくて何悪い。先にご、おう、ごちそうさま。タイガー口もほっとけ。食うだけ食って帰りやがって。いや、それよりと、よし、ようやく掃除タイムだ。だが待てよ、この部屋はに日経てば埃とか意外に溜まってるもんだ。よし、ん、空き缶か。せめてクズカゴにぐらい捨てていけばいいのに、どうして放置。捨てておこう。これぐらいにしておく。自分の部屋を掃除するかな。入院していた日数を考えると、むむ、なんだこれ、駅近のファン。安子が買ったのか。俺の部屋に落ちてるって。まあとにかく家計を守る身としてはよし。うむ、これはなぜか今タイガがイチゴ牛乳を。これもタイガが持ってきてうっかり忘れていったに違いない。まだ賞味期限にも間があるし、もったい。何も見つからん。これぐらいにして出かけるか。記憶を取り。高須。田村、ちょうどよかった。これからお前の家へ行くところだったんだ。何冷静に話してんだよお前。なんだその髪。踊る当たり前。これがは俺が裏の世界で。なん、裏の世界ってなん。おっと失礼した。では教えてやろう。ズバリは。そのところ俺は陰で悪さばかりしていてな、悪の生徒会長と恐れられているわけだ。いや、あえて突っ込まねえぞ。それで悪の生徒会長だが友達に結構。そりゃそうだけどよ。それよりどうだ、こんな俺の浮き足立ってる感じだな。
まあ、せっかく来たんだ、入れよ。そうしてもらえるとありがたい。さすがにこんな頭で街をうろうろしていると、ばったり出くわした我が校の教師。お前、悪の生徒会長のくせに随分小さくねえか。そうすんなにこの設定を受け入れられても困るのだが、ともあれお邪魔するとしよう。高須の家に来るのもあの一件以来だな。あの一件？ああ、秋頃お前の家に世話になる。いや、全然。それはだな。北村くん？今回の件と会場は全く関係ない。というより、俺の身に何か起こったわけではないから安心してくれ。そう。それじゃ、リュウジのために？そういうことだ。何の話だ？実に味わい深い。やはりコーヒーはブラックに限るな。ただのインスタント。この際それはいいんだ。それよりもきっとこのコーヒーのお供に。何事？順を追って話そう。アルプスという店は覚えているか？それは俺にとって重要な情報か？いや、多分違う。アルプスは駅前の商店街にあるケーキ屋よ。そうか。どうかな。やっちゃんがもらってくることはあったとしても、ケチなリュウジが自腹で買うことは。ま、倹約家と言ってくれ。で、そのケーキ屋がどうしたんだ、北村？実は今日そこのケーキをお土産にと思って買ってきたんだが。本当？いや、手ぶらだったじゃね。ああ、そうなんだ。ここへ来る途中にうっかりつまずいて、そして拾おうとした瞬間、通りかかった自転車がその箱を潰してなんてこと。そのケーキは、まあ、見るも無残な状態になってしまったというわけだ。そうだったのか。残念だったな。なあ、高須。実にも…そうだな。うん。これだけではまだダメか。この話にはまだ続きが…おう。俺は潰されたケーキに対して申し訳なく思った。俺の不注意によって生まれた事故だからな。俺は駆け寄って箱の中の潰れたケーキ。本題はここからだ。その手であの床や壁に手をこすりつけたらどう？ちなみにこのコーヒーカップはすでに北村。どうだ高須、掃除したくなるだろう。ベッタベタの油分を拭き取りたくなるだろう。いいから早く手を洗え。俺の困ったな。掃除ネタもダメなの。北村くん、もしかして今の話もリュウジの？ああ、しかし全く効果ないようだな。
というか、もったいない。タカス、何でもいいんだ。俺を見て思い出すことはないか。北村を見て思い出すこと。ユージ、せっかく北村くんがここまでしてくれた。そんなこと言われても、北村は…はぁ、何よそれ。いや、髪を金髪にしたのは、実は何か別のキャラクターになり…違うぞ、タカス。だから俺は悪の生徒会…北村くんも話をややこしくしな。とにかく北村くんはコスプレイヤーでも悪の生徒会長でもな。そうか。とりあえずだ、俺は高須が…いや、俺のためにと…そうだよ、お前は生徒会長だよ。あ、そう…なんだか面白みのない言い方にも聞こえるが、とりあえずは思い出してくれたんだな。お、北村くんがまたずれちゃったよ。家にしてきちゃったよ。大丈夫です、今回はグレた。でもまたパツキンにな。北村、悪いこと言わないから来る。私もそうした方がいいと。安子さん、ちゃんと黒髪に戻しますから。本当？いえ、ご心配には及びません。早速家に帰って黒髪にしてきますから。というわけ。あ、私も用事あるからそこまで。いろいろとありがとうな、二人とも。また遊びに来てね。お邪魔しました。北村くん、大丈夫かな。本人がああ言ってんだ、大丈夫だろ。じゃあ、お仕事。おう。なんだ、昨日より随分早い。いかん、随分うだうだしちまった。お前が住んでいる。そうよ。すげえ、ブルジョワマンションじゃねえか。お前の家って金も。別に大したことないわよ。大したことあるだろう、うちのアパートと比べてみろ。お前うるさい。何カリカリしてんだよ、無神経。俺は純粋に羨ま。そうだった。中は、まあ家の人もいるか。あんた、私が一人。お、そうか、話がつながったぞ。だからうちに。思い出した。ああ、お前は家事が全然ダメだから。ん、大変ってほどじゃないけど。いいから早く家に上がらせろ。いや、上がらせてくれ。わかったわよ。やはり予想通り。何ニヤついてんの。いや、派手に散らかしてくれたな。あんたが入院したりしていろいろ忙しかったんだから仕方ないでしょ。ごまかすんじゃねえ。この部屋が油断するとこんな有様になるってことはば。あんたが綺麗好きすぎんのよ。俺が綺麗好きなのは認めるが、お前の部屋とその。いや、そんなことはどうでもいい。とにかく部屋の。あ、まず文房具類はこっちの引き出しで、アクセサリーはと確かここに。どこに何をしまうのか覚えているの？私ですら分かってないのに。覚えているっていうより、この部屋に入って思い出したってところだな。ねえリュウジ、さっき私が一人暮らしってこと、他には？
何か関連して思い出したことはある？そうだな。おお、一番最初にこの家に上がった時のことを思い出したぞ。確か台所の流しがあまりにも汚くて掃除したんだよな。そうだ、あのアイランド機。安心なさい、全然使ってないから。そうか、ほっとしたような残念なような複雑な気持ちだ。あんたが思っ、おう、ああ服も脱ぎ散らかして、なんと洗濯機に入れておけよな。なんだよタイガー、下着までほったらかしかよ。いくら片付けたくてもこれに手を触れるわけにはいかん。で、俺も何よ。あ、見たっつうか目に入っちまった。いてん、そん、うるさい。今見、そうだ、また記憶喪失にな。無茶言うな。いいから早くこの下着を片付けろ。主人に命令するな、バカ犬。あっち向いてろ。えいえい、じゃあ俺はこっちの方を掃除してるからな。満足した？いいや、まだ他の部屋がある。はあ、勝手にやってれば。お前、台所は確かにタイガの言う通りそんなに汚れていなかったな。残念だがここに俺の力を発揮すべき場所はない。別の部屋へ行こう。パウダールームか。さてどうしようかな。こういう場所は湿気がたまりやすくてカビの温床になりやすい。よし、掃除するぞ。何も見つからなかった。またこの部屋に来ちまった。さっき、ま、もう、タイガー、掃除終わったぞ。分かったわ。そこは普通お茶入れる。タカスじゃん。ん？こいつは前にも会ったぞ。確か一緒にいたやつがハルタってのは覚えてるんだが。なになに、眉間にシワ寄せちゃって考え事？いや、確か頭にのがついていたような。野口、違うな、野瀬だった。こう、こんなところ、ん、しまった、野瀬じゃなかったのか。いや、なんでもない。
タカス、なんかあったの？昨日否定しないってことは何かあったんだ。実は。もうごめん、ここは笑うところで。嘘だろ。嘘。そうなんだよ。実は大変な事態になっているんだ。記憶喪失ってどこまで記憶がないのさ。ほとんど。綺麗さっぱり忘れたって感じだな。自分が高須隆二という人間で。すまん。能登久光、能登半島の能登。あ、能登半島はわかるか。ああ、わかる。そうか、能登だったか。能登は俺の友達ってことでいいんだよな。ついでに言うと、1年の頃からクラスメイトなんだけど。いや、それにしても記憶喪失とは厄介なことになったな。ああ、全くだ。で、まあこうしてうろうろしながら記憶探しのようなことをしてるんだ。思わぬものが記憶の手がかりになることもあってな。思わぬものか。ああ、そういえばな、これ手がかりにならないかな。何かの雑誌か。台本だよ、台本。何の。文化祭のクラスの出し物で、プロ…文化祭でプロレスショーか。まあ、クラスの誰もそんなの望んでなかったんだけどね。いろいろは…でも、なんだか…そうか。実は、ショーを見た知り合いの一年…で、貸してた台本をさっき返してもらったんだ。ぶっちゃけ返してもらわなくてもよかったんだけどね。なるほど。というわけだから高須に進呈するよ。何の役に立つかは分からんが、一応もらっておくか。早く記憶が戻ることを祈ってるよ。お、はい、じゃまた。ああ、な、あ、確かモデルの。もしかして見取り。大好きな大掃除はもう終わったの？こんな日に暇そうに。何し、いや、くそ、なんて呼んでたんだ、名字。いつも通り。おすまんな、アミちゃん。お前が。だから、そういえば高須くん、昨日も少し変じゃなかった？そうか。ねえ、あの日のことも覚えてないのかな。最後に。どう。もう。な。あたしのこと。え。俺。うん。あたしとっても嬉。クリスマスイブ。
そういえばタイガが。あんたがぶっ倒れる前、クリスマスイブの日の夜に。あれはこのことだったのか。ねえ、亡くなっ…ああ、入院以前のことは綺麗さっぱりってやつで、イブの日のことも本当に…綺麗さっぱり記憶喪失ね。その様子からすると本当みたいね。へえ、な…やだ、そんなに見つめられるとアミちゃん恥ずかしいよ。おお、すまん。本当はもっと見てほしいんだよ。あれ、でも恥ずかしいよ。ど、あ、今私のこと天然って思ったでしょう。もう分かるんだからね。もういつも言われちゃう。天然？なんでかな。どうして？いや。何かが引っかかるような。遠慮なんかしちゃダメだぞ。何でも言ってね。おお、とりあえず俺はなんて呼んでたんだ。たかしくんはね、ずっと川島って呼んでたよ。本当はアミちゃんって呼んでほしいんだけど。さっきゲとか言ってなかったか。あれはちょっと。そうか。他には、タカス君のためならアミちゃん何でも答えちゃうよ。お前もプロレスショー？なんでアミちゃん。なんだ。いや、のとに台本をもらったんだよ。あ、そっか、突然だった。一応アミちゃんも出たけど、ほら、ここに名前書いてあるでしょ。お、川島主役じゃねえか。タイガが悪の化身で、俺が…アホタレチビのドアバレ性格ブスのチンチクリンボディの手乗りタイガーに、手下の顔だけヤンキー生活臭プンプンおばさん男。思い出したぞ、これは文化祭のプロレスショーの場面。川島のやつ、台本には書いてない。私が主役なんてすっごく恥ずかしかったな。でも、たかしくんと一緒にショーができて素敵な思い出になったけどね。川島、俺、え、タイガーのからかってやろうとか思ってたのに。どうしてそこにタイガが出てくるんだ。さあね、記憶が戻ったのは私の性格のことだけ。ああ、なんでそんなことだけ思い出すかな。なあ、クリスマスイブに俺が告白したって話だけど。あれは本当よ。え？うっそ。川島、頼むからこれ以上からかわないでくれ。
でもその日、高須くんに何かはあったのかもね。知ってるのか。なんだよ、なんか意味深じゃねえか。もうこんな時間、アミちゃんではすっごく忙しいんだった。そろそろ行かなきゃ。じゃあね。あ、川島アミ。おう、掃除したい。ほんの少しだけだ。軽く掃除してから帰ろう。何も見つからなかった。まあこんなもんか。遅い。こんな時間までどこをほつき歩いてたのよ。まだ夕方じゃねえか。なんだ、俺に用か。晩ご飯食べに来たに決まってるじゃない。おお、そうだな。そろそろ準備しねえと。何が食いたい。やっぱり大晦日だから、お蕎麦。年越し蕎麦か。確か乾麺があったな。よし、それで行こう。なら出汁から本格的に取りたかったが、ここはめんつゆで妥協しておくか。タイガが待てないだろう。あとはリュウジ、私天ぷらそばが食べたい。エビ天が乗ったやつ。贅沢言うんじゃありません。今日はおろしきのこそばだ。文句があるなら食わんでよろしい。食べるわよ。これに天ぷらが乗ってたら最高だったの。まださーて、次は今大人気のアイドルグループ三日月の登場です。げえ、私こいつら嫌い。おいおい、勝手にちゃんこんばん。私は今、大晦日でにぎわいを見あ、見て、テレビでやってるの、すぐそこの神社じゃない。言われてみれば、なんか見覚えあるな。こちらにはもう、初詣の参拝客が続々と集まってきているんですよ。皆さん、気分はすっかり新年って感じですね。結構にぎわってんだな。初詣か。ねえ、あんたは初詣に行ったら何をお願いする。もちろん、すべての記憶が戻りますようにだな。そりゃそうよね。お前こそ何をお願いするんだよ。そんなの別にいいじゃない。なんだよ、言わねえのか。じゃあ当ててみなさいよ。正解したら教えてやってもいいわ。当ててみろと言われても。タイガの願いそうなことって。
かんねえな。思いつく材料も記憶にねえし。つまんないだけね。わかんなくても答えるのがクイズでしょ。クイズだったのかよ。で、正解はなんだ。答えもしないやつには教えてやんない。ごちそうさま。じゃあ私帰るから。もう帰るのか。ご飯食べに来ただけだし、お腹いっぱいになったら帰るに決まってるでしょ。おう、お前もな。こんな日くらいゆっくりしていけばいいのに。安子もいねえし、インコちゃんと年越しか。洗い物完了っと。家の大掃除も朝のうちに済ませたし。あ、そういえば安子の部屋の掃除はできれば掃除したいが、勝手に部屋に入るのは一つ屋根の下に住む仲とはいえ、やはりプライバシーは大事にしないとな。恒例のあの歌番組の行方が気になってるのか。白。あ、白。あれ、違うか。そうだな、インコちゃんと話しながら暮れていく年末ってのも悪くないかもしれない。それだったらむしろ寝てしまった方がいいな。いい匂いがする。おお、匂いにつられて起きちゃった。ゆうちゃん何作ってるの。正月だもんね。おせち料理は予算と時間の関係。それがあるんだな。おせち。え？もらいもんか。うん、お店のお客さんがくれたの。お店のお客さん。なあ、そういや気になってたんだが。ゆうちゃんに言ってなかったっけ。聞いてねえな。やっちゃんは毘沙門天国っていう。毘沙門天国、雇われママ。つまり
砂。正解。なるほど、朝帰って夕方出勤するのはそういうことか。おせちにお雑煮、最高のお正月料理じゃない。おお、タイガ、いいとこに来たな。お雑煮のいい匂いが漂ってきたの。どういう嗅覚だ。ねえリュウちゃん、お雑煮そろそろいいんじゃない。よし、雑煮完成。さ、食うか。改めまして、リュウちゃん、タイガちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年も3人で仲良くやっていこうね。いただきます。まずはどエビ。やっちゃんはカズノコにしようっと。なあ、しょっぱなから高級食材に手をつけるなんてもったいない。なんかつられて手を伸ばすのがシャク。圧倒的じゃないか、この完成度。やっちゃん、これ、やっちゃんもエビ食べる。エビもいいが、雑煮も結構いけるぞ。後で食べる。ねえやっちゃん、なんでフォアグラまで入ってるの。キャビアも入ってるのだ。そんなに集中的に高級食材を。こいつらには遠慮とか罪悪感とかはねえのか。洋風おせちって最近流行ってんのかな。あ、ごめん、カニ食べちゃった。アワビもなくなっちゃった。お、気がつけばおせち料理が。あれ、どうしたのリュウちゃん、お箸が伸びてないよ。お雑煮が見向きもされないから拗ねてるんでしょ。大丈夫よ、ちゃんと食べてあげる。うん、やっちゃんもりょうちゃんのお雑煮食べるよ。いや、そうじゃなくて。なんでもねえよ。あ、おいしい。とっても上品な味だね。そりゃどうも、おせちのテンションと比べたら悲しくなってくるな。ごちそうさま。ごちそうさま。お腹いっぱいになったら。やっちゃん、これから熟睡モードに入ります。おやすみなさい。おやすみ、やっちゃん。どうする。いや、特に予定は。とりあえずその辺ぐらい。
そう、迷子。おう。いい天気だ。とっとと片付けて出かけるか。北村。おう、高須賀。新年明けましておめでとう。明けましておめでとう。めでたいかどうかはよくわからんけどな。その反応からしてまだ記憶の方は変わらずといったところか。まあな。こんなとこで何してんだ。実はお前に渡したいものがあって家に伺おうとしてたんだ。渡したいもの？これだ。サンタクロースの衣装。そのクリスマスパーティー、なんかあんまり思い出したくない出来事があったような気がする。ん？どうしたたかす？いや、はそうなんだ。実は本番でも上着が見当たらなくて仕方なく。そうか、思い出したくない。ところで知り合いだというやつには大体説明してるが。なあ、そうだ、春にだろうな。なになに、俺の。おう、春谷のとじゃないか。明けましておめでとう。あっ、いや、盛り上がってたわけじゃないけどな。こんなところで何してんの。偶然会って立ち話を。お前らは。俺たちこれから初詣に行くところなんだけどさ、なんなら二人も一緒にどう。行こうぜ行こうぜ、男四人でむさ苦しく初詣に。そうだな、どうするタカス。ああ、俺も行くよ。よし、決まりだな。やはり元旦。ねえ、あそこにいる晴れ着の女の子可愛くない？あのピンク色の着物。お、のととたかすはああいう感じの子がタイプなのか。なんだよ、北村的にはいまいちか。いや、可愛いと。晴れ着もいいけどさ、あっちで巫女のコスプレしてる子もよく。コスプレってマジで？巫女さんって憧れるよな。清楚で純真。あ、俺彼女ができたら巫女さんの格好してもらうって今決めた。俺はやっぱりメイド服かな。あ、でもうちの学校ブレザーだからセーラー服もいいかもな。セーラー服いい。セーラー服に妙なエロさを感じるのは俺だけ。それ高校生のうちに克服しとかないとまずいことになるぞ。おっと、本来の目的。じゃ、サクッと行っちゃいますか。なあなあ、お前ら何お願いするか決めてるわけ？今は。お、その視線。そうだよな。よっしゃー。どうか記憶が戻りますように。春田は何をお願いしたんだ。
何って、たかっちゃんや他のみんなと一緒に決まってんじゃん。俺たちの友情フォーエバー。うん、実にハルタらしいじゃないか。違うの？あいにく俺にはもっと重要な願い事があったんでな。すまん。俺も同じく。俺も。なんだ。何を言ってるんだ。俺はお前の友情に感動しているぞ。そう。じゃあ絆の確認でもしに、どっか遊びに行こうか。さあせー、4人で初遊びしちゃおうぜ。うん。おう。大事なね、どうしても大事な願い事なんだ。お願いお願いお願い。そん、いや、おお、そうだったな。ね、そこまで言うんなら仕方ない。みんな付き合ってやろうじゃないか。どうした？俺たちの少し前に並んでる人、ゆりちゃんじゃない？ゆりちゃん？ああ、あの人のことか。お前たちも知ってるのか？知ってるも何も、俺…あの人、担任だったんだ。ゆりちゃんかわいそうだな。初詣でも一人ぼっちか。せっかく会ったんだし声かける？いや、やめておこう。初詣に一人で来ているところなんて生徒に見られたくないだ。確かに。あ、ゆりちゃんの番だ。30なんです。わかりますか？独身30代の年なんて関係ないって男の人は言うけど。結局男の人は若くて可愛い女の子が好きなんです。それは十分私もわかっています。だからね、私も多くは望みません。まず容姿、これはもう気にしません。外見がいいと思ってたりして。次に収入ですが、これも平均的であれば問題ありません。性格はいいに越したことはありませんけど、私はおおらかな性格なんで多少のことは目をつぶります。ここまで条件を緩くしとけば大丈夫よね。というわけで、今年こそ私の王子様が見つかりますように。ゆりちゃんの願い事長っ。しかもないよ。前半なんて本当にあの人は期待を裏切らないというか。決めた。俺自分の願い事はもういいや。今度はゆりちゃんの。え、お前がだ。俺の願い事は自分で頑張って叶えるよ。それよりも今は叶う望みの低いゆりちゃんの願望がどうにかなるようにみんなで。その心意気は素晴らしいと思うが、
先生に対して何気に失礼。いいから、とにかくみんなで祈ろうよ、ゆりちゃんの幸せを。そうだな、ゆりちゃんには。じゃあ決まりだ。さーて、ゆりちゃんの幸せも願ったことだし、そろそろ行くか。マルタ、俺の願い事？それはね、ごめん、俺の大事な願いでもいいんだ。お、てか誰だよその人って。まさかマルタ。いやそんなわけは。そんなことよりさ、4人がかりで。本当に？俺もアミちゃんと一緒に行きたかったよ。こいつ、他の奴らの前でもぶりっ子モードなんだな。アミちゃんは、そうなんだ。アミちゃんって優しい。全然そんなことないよ。ふーん、知らなかった。お笑いグランプリ傑作戦ってそんな。あんたどうしてそれを。だってレンタル屋のカウンターで声あたりを警戒してるなんて。で、店員さんに今の人が返したやつ借りたいんですけどって言ってみたわけ。まさかこんなオチとはね。アミ、そこまでして借りるほどお笑い好きだったか。優作。涙が止まらないってこと？家で DVD 見ながら大口開けてガハガハ笑ってるのね。なんたるおぞましさ。うるさいわね、このチビ隊が。なんなんだこの二人は。めちゃくちゃ仲が悪いじゃん。意外だな、アミちゃんがお笑い好きなんて。でも俺っちもお笑い大好き。俺とアミちゃん気が合うかも。そんなことより、私の後をつけてくるなんて何のつもり。あんた私のファンなの。ここに来たのは帰り道だからよ。逆に聞くけど、干されモデルにファンなんているの。俺はアミちゃんのファンだからね。俺も。
ありがとう、ハルタくん、ロトくん。まあまあ、二人ともそのくらいにして、予定がないなら俺たちと一緒に行動しないか。俺アミちゃんと一緒に遊びたい。いいけど、アミちゃん忙しいからちょっとだけだよ。ミレスがいいわ。なんであんたが答えてんのよ。ハルタくんはね、この私に聞いてるの。だって北村くんは二人って言ったじゃない。俺も少し小腹が空いたな。どうだ、みんなでジョニーズでも行かないか。賛成。あそこの女の子の制服めっちゃ可愛いよな。ああ言えてる言えてる。同じくらいあそこのフライドポテトも好きだけどね。ちょっとアミちゃんの意見は聞かないの。みんなあんたよりファミレスの方が好きみたいね。どうする、バカチー、私たちについてくる、帰る。タイガ、その辺にしておけよ。みんなで行けばいいじゃねえか。タカス君優しいのね。私嬉しいな。川島、なんか通じないの。アミちゃんわかんない。あんたの存在そのものがよ。二人とも勝手にやってろ。三人とも仲いいな。ほらそろそろ移動するぞ。やっぱりこの店の制服。